はい、どうもちゃ、デスイチです。で、今回はですね、2021年以降のホテル上級会員攻略方法ということでですね、皆さんお待ちかねの、2021年、そして2022年まで通用する最新のホテルテクニック、まあ、ホテルの上級会員をいかにして安く取るのかというところですね。これに関して塾長が今回公開してくれましたので、ぜひ皆さん今回のビデオも最後まで、お見逃しなくご覧いただければなというふうに思います。それでは、いいねボタンを2回押してから今日のビデオもご覧ください。それでは、どうぞ。ガチゴー森塾よっ。さあ、今日も始まった。はい、今日は25度。今結構12月だと思うんですけど、結構暖かいですね。暖かいんだよね。困っちゃったよね。はい、うん、こっちは？こっちは18度とかで、ちょっと最近寒くなってきましたね。はい、そうなんだね。まあ僕はね、おじいちゃんだからさ、暖かい方がやっぱりいいんだけど、はい、寒いとやっぱちょっとね、寒いよ。弟子ちゃんも若いからさ、関係ないもんね、暑くても寒くてもね。あれ、あれ見たの？縛れるですか？縛れるじゃないよ。あれなんだっけ、チャリティービデオ。あ、はい、見ました見ました。チャリティー参加したの？あ、はい、そうですね、参加、塾長の世界チャリティー、はい、参加させていただきました。世界の恵まれない子供にっていう、はい、芸能人も出てたでしょ。ものすごいちょっと有名な方が来てちょっとびっくりしたんですけど。そうでしょう。ねえ、はい、ねえ、世界一になった人だもんね。そうですね。いいの、そういうの出しちゃって。ちょっとだってガチンコの人たちに見せてあげてないんだ。あ、そうですね。今回ガチンコの講座に参加くださってる方はですね、今回のイベントに一応参加できたんです、うん、じゃあ寄付もしてくれたの？あ、そうですね、寄付してくださった方もたくさんいらっしゃって、はい、そう、皆さんビデオを見て、まあ、僕もそうなんですけど、やっぱすごく感動しましたよね、うん、はい、もう Zoom で、Zoom でさ、インターネットで世界中の人とつながってさ、はい、チャリティーやって、恵まれない子供の子とかね、はい、病気の子たちを助けるっていうのいいんじゃないの？いや、すごいですよね、あれも。今回良かったよね。はい、うん、もうちょっとみんなもそういうのに協力してもらえばいいかなと思うよね。はい、多分あれだけのものをやるとしたら、まあ僕の、うん、スタッフとか弟子がやってるんだけど、はい、あれやっぱ1年がかりだよね、あのぐらいのものやるって。どうなの？そうですね、いや、もう、そうですね、企画からすごい大変だったんじゃないかなっていうところは。そうだよね、はい、うん、よくやったなと思うよね。はい、うん、で今は多分 Zoom でチャリティーやってるのはガチンコマルチクと僕ぐらいのもんだから。そうですね、世界で1番から2番だと思うよ今。そうですね、うん、しかも世界中でやってるじゃん。はい、うん、この日本だけじゃなくてさ、はい、うん、ぜひだからそういうのにはみんなにはね、来年もあると思うから、みんなにだって声掛けしたんでしょ今回。そうですね、はい、うん、でちゃんと申し込んで、1円でも寄付してくれた人にはちゃんと見せてあげたのね。うん、はい、まあ、いいんじゃない。じゃあ今日はところで何？あ、今日はですね、ズバリ2021年以降 のホテル修行のですね、こう tips というか、塾長結構世界中回られながらですね、いろいろとホテルチェックされているので、うんうんうん、その辺を伺えればと思います。はい、おお、そうだね、2021年のホテルだよね。そうですね、はい。今大変なことが起きてるよね。ちょっと大変、ね、だって GoTo どうなの最近？あ、 GoTo 結局なんか5月まで、うん、ゴールデンウィークまで延長みたいな話にまとまりそうですね、うん、はい。じゃあまあみんなバンバン泊まりまくってるけど、はい、まあ、コロナがひどいと、そういうことかな今。そんな状況ですね、日本に関しては。うーん、なるほどね、はい。でもまあ、外に出て、逆に僕食べて歩くイートとかってあれがやっべんじゃないかなと思うんだけど。あ、はい。ガチンコー、マジック。ホテルだってこもってるだけだったら人に迷惑かけないもんね。そうですね、合わないですもんね、はい、うん、合わないし、こもってちょこちょこやってラウンジでちょこちょこ仕事するぐらいじゃん。はい、そうしたらあんまり迷惑かけないもんね、うん、だから外出て食べたり何ワイワイやったりするとやっぱ行っちゃうよね。そうですよね、うん、で飛行機なんかも修行だとか言って乗りまくっちゃったらまずいしね、はい、できるだけその、まあ、長期でホテル泊まってひっそりやればいいと思うんだけどね、はい、うん、でもまあそっか、
食べに行かなきゃいけないのか、 GoTo のチケットもらってるからそうですね。でもあれ多分ルームサービスとか使えるんじゃないの。ルームサービスも使えますね、はい、そうだよね、はい、そしたら部屋でたまにさ家族でさ、うん、ケーキでも買ってきてろうそく立てたらいいんじゃないの。はい、あのなんかね、なんかのあれをつけて理由をつけてさ、はいうん、まあ、ありがとうの書いてもいいじゃん、うん、確かに。お母さんありがとう1年間でもいいからやればいいじゃん、1週間とかさ、はい、でお母さんもご飯作んなくていいからいいと思うんだよね、はい、でそうだな、朝食無料だろうし夜だけ、はい、GoTo のチケット使うわけだけど、はい、あんま食べなきゃ痩せていくと思うし、まあまあ、うん、それとしてそんなことよりも、はい、大変なことになってるよね。GoTo 以外でってことですか。そうだね、はい、ガチンコー。マジック、あの、まあ、大手3社、要するにハイアット・ヒルトン、はいはい、ハイアット・ヒルトン、マリオットに関しては、はい、なんか来年大変なことになってるよね。どん、聞いてる？え、ステータスの延長っていう話ではなくてですか。それは今年だよね。あ、そうかそうか、そうですよね。今年になった人の来年の分は、今年っていうか、はい、今年のステータスを来年に同じにするよっていうのをやったよね。はい、はい、で GoTo のためにみんな巣ごもりして、はい、来年用のステータス取ってることは分かるんだけど、そして来年用じゃん。はい、おっしゃる通りです、ね、2021年用に取ったわけだよみんな。はい、はい、2022ってどうなるか知ってる？ちょっとそこまでごめんなさい。また延長するんじゃないのとかってみんなほら舐めてかかってんじゃん今。はい、うん、どうせあれでしょって2019年が達成した人は2020年グローバリストだったり、はい、ダイヤモンドだったり、はい、チタンだったり、ね、プラチナだったりしてるわけで、はい、また来年もおそらくそのままスライドで、はい、止まらなくても同じのもらえるんじゃないみたいな、はい、うん、今年しっかり修行した人は来年もらえるわけじゃん。はい、そうですね。でただハイアットの場合は今年しっかり修行した人は来年も同じポイントもらえるんだもんね、確かに。はいはい、うん、2倍っていうことでね、はい、でそれでいいってことなんだけど、じゃあ来年、これ来年にかけて、じゃあ今もう12月じゃん、はい、来年12月31日過ぎちゃった時点で、じゃあ僕たちはどうすればいいのと、はい、修行すればいいんですかと、はい、それとも、もしかしたらステータスそのまま来年も同じのもらえちゃったりするんですか、はい、特別にってことだけど、はい、ステータス、同じステータスをもらえるってことはもうないね、うん、今回だけ、はい、だから ANA さんとか JAL さんは分かんないけど、はい、多分それも ANA さんと JAL さんもやってこないと思うんだけど、それは、うん、でもさ、その場合はどうすると思う？だってに、ここみんな今疑問に思ってないんだよね、はい、あの ANA さんも JAL さんもダイヤモンドだった人に1年間、はい、ダイヤモンド無料で差し上げますってなったわけじゃん。はい、そうですね。そうだよね。はい、ね、はい、で、ハイアットも1年間グローバリスト無料であげますみたいな。で、そうですね、他の2社も1年間は無料であげますみたいになってる。そうですね、はい、うん、じゃあ来年も無料であげるのそれ。いや、それは違うんじゃないですかね。だってそしたら一気に減っちゃうじゃん。そうです。なので、まあちょっとそういうことだよね。どうするの、はい、それここみんな本当は気がつかなきゃいけないところなんだよね。はい、ガチンコマジック。飛行機会社とかホテル会社っていうのは儲け度外視で来年はタダであげますよってことを言ってるわけだけど、はいはい、そうですね、でしょ、でじゃあいいやって修行しなくていいやってことで修行、まあ、修行してもらった人もいるんだけど、はい、修行しないでいる人もいるわけだけど、そうですよね、じゃその次の年ってどうなるのかと、はい、だあと数日過ぎれば1月じゃない、はい、だ1月、じゃあ俺1月どうしたらいいのみたいな、はい、うん、今年何すればいいのってことな、今年のステータスダイヤだしグローバリストだけど来年もまたもらえんじゃねみたいな、うん、どう思ってるの弟子長はそこ。いや、そういうわけでないと思う。来年はちゃんと修行しようと思ってましたけど。でそれでさ、はい、あのなんだっけ、コロナがなくなって、あ、コロナがまだあって、はい、ワクチンあるっていうけど、はい、行き渡るに相当時間かかるらしいから。そうですね、はい、コロナがすげえ状態になってて、はい、それで GoTo もなんだかできるのかできないのか分かんないような状態、はい、それで修行できないじゃん、どうすんの。そうです、ちょっと来年は僕塾長みたいに国際線にコロナでも防護服着て乗ろうかなというふうに思っていたので、それでそれで達成しようと思ったんですけど。防護服でも乗りまくって達成する。そうですね、はい、まあそういうことが可能になってくるかもしれない来年はね、はい、うん、今年はまあ結構厳しかったんだけど、はい、来年はそれをやれないこともないんだよね、なんとなくね、はい、うん、
ただそれ飛行機はそれで行けるけど、ホテルどうやって達成するの？あ、ホテルは今年ももう普通に達成してたので、いやいや、今年は達成したっていう、普通に達成したんだけど、はい、来年はそれだって GoTo 使ったんじゃない、かなり。そうですね、恩恵をかなりありがたく。恩恵っていうか GoTo のあれじゃないの、チケットでさ、なんかトランプできるぞとか言ってたじゃん。GoTo のチケットの裏に1234って数字書いてたじゃん、トランプするとか言って、はい、すごい枚数持ってたじゃん、だって。はい、そうですね、はい。ということは GoTo 相当使ったもんね。そうですね、はい。あ、そうか、でもあれか、来年も、達成しちゃう、早いやつの場合は。そうですね、まあ、数十泊はもう、なんていうんですかね、クレジットというか、あれがクレジットされるってこともね、はい、はい、うん、なるほど、なるほど。さあ、各社、はい、大体見えてきましたよ、来年の。あ、本当ですか。うん、2年後の方針を出さなければ、はい、1月1日だから、もうギリギリなわけよ。はい、今、方針出してくれないと、修行できねえじゃんみたいな。じゃあ、修行のためにあるのか、ステータスだって感じになるんだけど、はい、修行しない人だったとしても、ちゃんと泊まる人だとしても、じゃあ来年僕らどうやっていけば、どうやったらステータスもらえるのみたいな。当然そこ悩むわけじゃん。はい。だから各社も出さなきゃいけないんだよ、今。はい。うん、さあ、出たよ。どういう風になったと思う？ちょっと気になりますね。ハヤトさん。知らないの、でも、弟子一は。ハヤトさんはなんかですね、その、3倍キャンペーンの部分と、あと2倍ですかね、っていうのをなんか延長したっていうのを、メールでもらったんですけど。おお。でもそれは、だから、はい、来年の分まではいいじゃない。はい、そうですね。うん。そうすると、再来年のステータスを取るにはどうしたらいいの？ 1 月1日から僕らは、はい、再来年のステータスを取るわけだけど、何をするの？はい、いや、それ、再来年じゃない。再来年だね、再来年。わかりました。はい。通常通りだと思ってたんですけれども、コロナ前と同じだと思ってたんですけど、うん、なんか違うんですかね。一応、再来年もちゃんと60泊してるわけ。そうですね。いや、ちゃんとやれよっていうふうに、戻るのかなと。いやー、でもこうコロナまだ全然あると思うよ。そうですよね、うん、そしたら一気に減ると思うよ、あの人が。はい、だって日本だけだからね、 GoTo とか言ってるの。そうですよね、はい、世界中でこんなんないから。はい、そしたらもうステータス持ってる人がさ、数人とかになっちゃうんだよ。大丈夫それ。ガチンコマイル塾。大丈夫なのそれ。いや、ホテル側からすると大丈夫じゃないんで、ちょっとどうするのかなとは考えてたんですけど。飛行機だってどうするのそれ。あ、そうですよね、うん、飛行機だって1年間の分は無料であげたけど、はい、この決定するってなったら相当大変なことなんだよ。はい、なんでかっていうと、もう1年延長してあげますみたいな、そしたら乗らなくてもなれんじゃんみたいになっちゃうわけよ。そうですよね、はい、うん、大変なことになるわけですよ。はい、でなんだかんだ言って2020年って最初の前半とかみんな乗ってたからね、うん、修行して、はい、そうでしょ、はい、うん、それで達成していってるわけだから、はい、じゃあなんで毎年毎年あげるんだったらもういらねえだろみたいな感じになると思う。でこれ航空会社がこれを出せてないっていうのは、はい、もうあれじゃん、航空会社終わってんじゃない。うーん、ガチンコーマイジク。僕は最近そう思ってるよ。はい、なんでかって言って、1月1日から僕らのやらなきゃいけないことなのに、はい、ステータスに関しては、はい、それに関して の方針が一切出てないという、うん、はい、来年もあげるからいいよって言うんだったら、はっきり早く言わないと、うん、うん、なんだよ、くれるんだったら僕ら飲んでとって損したとは言わないけど、はい、うん、そういうふうになっちゃうもんね、1月1日からね、うん、かける人は1月1日から徹底的に修行かけるから、はい、そうですね、はい、うん、どうなんだよこれ、どうしたらいいの弟子一。いや今塾長の話聞いていて、やっぱりそ のノルマっていうんですかねを低くするしか方法はないのかなとは思いましたけど、うんうん、おノルマを低くする。はい、そうするとダイヤモンドが5万マイルでいいってなっちゃうわけ。そういうことですね。はい、あ、そうなの。はい、ガチンと。はい、うわそうか、そこねすげえ悩んでると思うよ経営陣も。はい、 ANA と JAL の下げちゃうからとか、うん、もう1年上げるのはおかしいだろうとか、はい、うん、下げちゃっても大変だよね。でもね、そうですね、はい、うん、下げちゃったらそれこそまた修行するやつらがもう山のように出てくるよね。はい、で下げた時にさ、いろんなそのあれがあるじゃん、チケットもらえたりだとか、なんだりダイヤモンドになったらいろんなもんもらえんじゃない。はい、ああいうのなくすんかね。いやでもそうですね、ちょっと解約しないと、なんか今まで逆に頑張って普通に頑張ってた人がかわいそうですよね、うん、今年というか、はい、多分怒っちゃうよね、多分、はいはい、普通に頑張ってる人、うん、はい、まあ、その辺のまあ解決策っていうのを塾長は持ってるんだけど。そうですね、はい、ANA と JAL さんが僕に聞きに来れば、はい、一応教える、
ガチンコマイジク、いやめちゃくちゃ頭痛いと思うよこれ。はい、うん、聞きに来れば教えるけど、もう早くしないと、はい、来年の方針とか出していかないと大変なことになるからね、うん、よく平気でいられるなと思って。相当だから現場はきついんだと思うよ今、うんうん、マイルとか言ってる場合じゃねえとかって感じなのかもしれない。はい、なるほど、うん、まあ、一応塾長の方にね、あの下にあのメールアドレス登録してもらって、はい、でその送られてきたメールアドレスに、はい、私はアナの役員ですとあの救済希望って入れてもらえれば、はい、そうすれば、いやアナの役員じゃなくてもいいや、はい、ANA のあのなんていうの、ちょっとあのなんとか担当ですと、はい、ちょっといい案を教えてくださいっていうふうに、はい、あの返信してくれれば、はい、そしたら JAL さんより先に教えるでも JAL さんの方が先にあのメールマガ登録してくれて、私は JAL の、 あの広報担当ですと、はい、ちょっとあの ANA より先に教えてくださいって言ったら JAL さんに教えちゃう、うん、ガチンコーマイジクということで、まあ、航空会社はねそういう感じになってるんだけど、はい、ホテル関係はもうやってきたね、はい、もう動いたね、やっぱ早いね、はいはい、もう再来年の、状況を出さなきゃいけないから、うん、1月1日からの修行に関しては、はい、さあこうなりました、はい、全てのステータスに関して半分でいいですと、はいはい、そういうふうにもう発表がずいぶん前にあったんで、はい、これはヒルトンもマリオットもハイアットも同じ、はいはい、ってことはハイアットに関しては30泊でいいわけよ、グローバルスなのに、はいはい、ってことは今年30泊してれば、はい、それでもうなんていうの、下脱と、そうですね、ゲームオーバーということになるわけだね、はい、ってことは30泊でいいってことは、そうだね、今回みんなかなり余裕で取れちゃうんじゃない、今回、うん、簡単ですね、かなり、うん、今年あと12月の残りあるから、はい、まず少しやっちゃった方がいいかもしれないね。うん、そうですね。はい。GoTo 使ってね。うん。そうすると今年も来年ももらえるということで。はい。ただ、もう一つはそういう意味のないような修行をする必要はなくなってきたってこと、今年中に。はい。今年中にみんなほらやるって言って修行してんじゃない。はい。来年でも良くなったってことなんですね。そうですね。はい。うん、来年に30泊達成すればいいってことだから、うん、各社そういう感じで早めに打っちゃえば、はい、今年余計な修行 しなくて済むし、みんな。うん。で、また来年もみんな泊まろうっていう気になるじゃん。はい、一応ステータスも下がったし、じゃあ来年頑張って泊まろうって人もいるじゃない、うん、やっぱそういう風にしていかないと、はい、でステータス半分になってもあのもらえるベネフィットは同じという、はい、うん、だからまあかなりしっかりやってきたね、うん、っていうことは今回は、まあ、大手3社があるわけだけど、はい、やるっていう人はハイアットは今年うまく、GoTo 使って今年中に少しやっちゃって、もう来年再来年も達成したみたいな人いっぱいいるはずだから、ね、はい、そしたら俺ヒルトンとかマリオット今回やってみようかなって人も出てくると思う、半分ですから、うん、確かに、うん、だから今逆に修行してる人はやめた方がいいかもしれないね、うん、ハイアット以外は、はい、だハイアット頭がいいよこれ、半分でやるってもずいぶん前に決めてんだよね多分ね、はい、うん、それであのパッとあの発表になったと、あ、じゃあ来年今年やるのちょっと2倍マイル使ってやめようみたいな、うん、もう十分だからってなるわけじゃん、はい、来年あと追加で少し止まろうみたいな、そうですね、うん、そういう感じになるし、はい、あのマリオットとかヒルトンっていうのはね、それボーンとそれだけだから、うん、そうすると今年止まるのやめようって今年みんなゼロになっちゃうね、止まるのね、はい、早とうまいよね、だから今年の人も取るし、うん、来年の人も取るという、うん、で2倍ポイントで半分のポイントは来年にするという、まあ、やり方だよね、うん、はい、相当頭の切れるやつがやってるよね、ハイアットのステータスとかポイントっていうのは、うんうん、みんなが真似できないもんね、はい、先に先に考えてて、でもあれなんかハイアット変なことキャンペーンしてるなみたいな、うん、何の意味があるっていうの分かんないわけよ、はい、それで突然年末ギリギリになってボーンとそれを来年の半分って出すわけじゃん、はい、そうするとハイアットの方はこう平均的にこうみんな泊まれるようになるわけだけど、うん、あの他のホテルチェーンの人たちは、じゃあ今年泊まるのやめようってなっちゃう、はい、うん、確かに来年達成すればいいんだから、はい、今年達成して1月1日からステータスもらうより来年早い時期に修行してもらった方が得だもんね、はい、ということで、まあホテル各社は、はい、50% と、はい、50% 引きになりましたんで、うん、みんな来年も行くぞって感じじゃない、そうですね来年も、え、なんで笑ってるのなんか全然あれだね、
え、僕達成しちゃったどうしようって顔してるね。ちょっと最近弟子一みんなとこうかけ離れてきたんだそういう重い人はみんないいねしてください。弟子一あのかけ離れてきたみたいなちょっと弟子一がちょっと違うよみたいな、まあ、そんな感じでどう？ありがとうございます。でもその 50% には何弟子一知らなかったの？ハヤトさんには知ってたんですけど、他のところまでやってるとは知らなかったですね。あ、知らなかったのね、はい、他も全部やってるから。はい、ハヤトって、そうだね、50%、そう、他も 50% 全部だ。みんなちょっと、今回は来年はダブルで取っていってもいいんじゃない？はい、そうですね。もう国内は結構泊まれるし、GoTo、うん、もあるし、ほら GoTo イートとか使ってぐちゃぐちゃしないで、僕らはやっぱホテル使ってさ、はい、このコロナ禍なんだけどさ、優雅にやってきたよね。はい、うん、そんな感じでどうかな。はい、わかりました。はい、素晴らしいお話、今回もありがとうございます。はい、これは何、センチュリオン軍団とかないの？これセンチホテル軍団ですか？あ、これホテル軍団ね。はい、あ、じゃあいいんじゃない、これホテル軍団でしょ。そうですね、ガチンコホテル軍団だから GHG。 あ、いいんじゃない、 GHG。 あ、でもガチンコのホテル塾のメンバーで結構なんていうんですかね、今回 GoTo の間に同じホテルで遭遇することって結構あったりして。あ、じゃあホテル塾のメンバーって何、そんなにあれなの、修行で突然出会ったりしますんだ。そうですね、結構ラウンジだったりすんの。何名か出会いましたけど。はい、じゃあもう軍団と同じじゃんそれ。そうです、そうですねまたスイート戦争になるんで大体。あ、そうか、ホテル、ガチンコホテル塾で全部スイートを取り合いするんだ。はい、そうですね、そうですね。お前がお前かとか言って。そうですね。それでそこに塾長が来て俺に決まってんだろうみたいな。そうです、ね。そういうやつでしょ。はい。大体。はい。そうか、そうか。いいんじゃない、楽しそうで。そうですね。じゃあ、ぜひみんなホテル塾も入ってもらって。そうですね。ガチンコホテル塾。はい。それで、みんなでこうホテル泊まって、はい、ラウンジで少し楽しくやるっていうのもいいんじゃない？そうですね。情報交換しながら。はい、でどうやってそこのラウンジでみんなこう会議を開くわけです。はい、どうやってセンチュリオン軍団に入るかっていうそっちですかどうですか、そんな感じ。いや、すごい、いいと思います。どうやってスイスを、スイスのね、山の、うん、ね、山のスイスの綺麗な山の横をランボルギーニでみんなで走るかという、はい、そういう企画をちゃんとしてもらって、はい、でヨーロッパ、ヨーロッパのアウトバーンに乗って、はい、それでランボルギーニで駆け巡るみたいな。いや、めちゃめちゃいいと思います。いいでしょ。はい、それで行こう、ちょっと、うん、すぐさまあれ、みんな希望者はランボルギーニ希望って書いて、はい、それで下にメルマガ登録するとこあるんだっけ？はい、ありますね。そのメルマガ登録してもらえばそれに返してくればいいんでしょ？はい、そうですね。うん、ランボルギーニ希望とかホテル塾希望とか書いてくればいいんでしょ？はい、そうおっしゃる通りです。うん、センチュリオン希望とか。はい、うん、じゃあぜひそれでちょっと待ってます。はい、メルマガ登録していいねボタンを押してもらって、 で、なんだっけ、あれチャンネル登録か。はい、そうですね。うん、それでちょっとみんなで盛り上げていこう。はい、みんなでちょっと頑張るよ。はいはい、今回も素晴らしいお話ありがとうございました。はい、はい、ガチンコマイラ塾。最後までガチンコマイラ塾の YouTube をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。